今年創立60年を迎える札幌交響楽団。ここで演奏者のまとめ役、コンサートマスターを21年余り務めた大平真由美さん、これまでに名門楽団を渡り歩いたバイオリニストで、全道各地でクラシックの魅力を発信してきました。もうありとあらゆるところで弾いてます。ありとあらゆるところ、学校でしょ、病院、いろんな施設で弾いてますし、はい、それから地下歩行空間とか地下鉄の駅とか、はい、しかし一昨年11月突然の退団。全身の筋肉が衰える難病 ALS であることを公表したのです。5年前番組出演を通じて大平さんと知り合い、人間性に魅せられた私は、病気を公表した時の気持ち、その後の病状が気がかりでメールを送りました。すると、大切にしていた作曲をやめる彼にはその理由を皆様に理解していただきたいという気持ちでした。症状が進行し声を出せないはずの大平さん、帰ってきたのは過去に大平さんが出演したラジオ番組の音源をもとに声を再現するソフトで蘇った肉声でした。私は生きたい。コロナ禍を ALS と生きる、メッセージに込められた思いとは。一昨年全身の筋肉が衰える難病 ALS であることを公表したバイオリニストの大平真由美さん、公表後も全道各地の病院や学校などで演奏を続けていました。ベストの演奏ができなくてもできる限り弾き続けたい、どの会場にも魂の音色が響き渡ります。ありがとうございました。しかし病は予想より早く大平さんの体を蝕んでいきます。次第に演奏できる曲も限られ、去年2月に開かれたふるさと仙台でのソロ演奏会が最後に。毎日のように体は少しずつ変化しています。現在は24時間ヘルパーさんに介助していただいています。何でも一人でやってきた私が一人では何にもできなくなってしまいました。 ALS とは筋肉を動かす神経が侵される原因不明の難病です。はじめは手足や舌、喉の筋力が低下し、動かしにくくなったり、声が出しにくい、食べ物を飲みにくいなどの症状が現れます。進行すると全身の筋肉が障害されて、車椅子の生活や寝たきりになってしまう、あるいはまた食べることも困難になるという症状が出てくる。そして呼吸に必要な筋肉も動かしにくくなってきて、呼吸障害など起こってきます。個人差がありますが、発症後およそ3年から5年で呼吸障害が出ると言われています。体の不思議さと素晴らしさに驚くばかりです。なぜこうなったのだろう、普通でいることがどんなに素晴らしい奇跡のようなことなのかと。厚生労働省の調査によると、 ALS で人工呼吸器をつける選択をした患者は全体の 36%、 残るおよそ7割は呼吸器をつけずに生涯を閉じると言います。人工呼吸器をつけるかどうかは、生き続けるか生きるのをおしまいにするかという決断、多くの患者さんの心は激しく色を動きます。4万キロは絶対行ってると思いますね。どこへでも車を走らせ、バイオリンを持って音楽を届けてきた大平さん、病気と戦う子どもたちとの出会いは今の支えになっていると言います。なぜか素直に受け入れることができました。やはり2つの難病と戦い続けた一人の少女とそのご家族との交流があったからだと思います。コロナ禍で情報から目を背けていた時期もありましたが、この冬大平さんは人工呼吸器をつけるための気管切開手術を決意。去年の年末、無事手術が終わりました。私は生きたい。
自分にもまだできることが何かあるのではないだろうか。こうなったのには意味があると思いたいです。大平さんが選んだ生き続けるということ。 ALS は個人差がとても大きな病気だそうです。原因も分かっていませんし、症状の出方も進行の速さも人それぞれです。痛みがある人もいます。それぞれの患者さんを理解していただきたいです。生きる選択の一方で ALS と生き続けることは困難だと考える患者がいるのも現実です。 ALS と診断された後にどのように自分の物語を編み直すのか、まずは患者さん自身が意識を変えていかなければなりません。 ALS によって失う能力がある一方で増強されている能力もあります。例えば危機を乗り切る心の復元力。家族と共に自宅で療養中の大平さん、 ALS を発症してから大切にしていることは何ですか？窓の外の移り変わる季節、再知ることでたちをめでています。娘たちとその家族、孫は 4,5 人になりました。彼らとの時間を大切にしています。神様からのプレゼントだと思い感謝しています。いつも心に音楽を